マルティン・ルイス・グズマンマルティン・ルイス・グズマンはメキシコの作家、ジャーナリストや政治家、外交官としても多彩に活動を行った。マリアーノ・アセエラやネリー・カンポベロドと共に1910年から始まったメキシコ革命に眼下されて生まれた革命小説の先駆者として活躍した。また、メキシコ革命で活躍したフランシスコ・ビラの革命軍の顧問として革命に関与し、 後に性的とみなされたため、アメリカやスペインで亡命生活を送りながらも執筆活動を続ける。新聞や週刊誌の創刊、監修誌、出版社を設立。1958年にはメキシコで国家文学賞を受賞する。彼は1887年10月6日にメキシコが州国チワワ州チワワで生まれるが、生まれて間もなくメキシコシティに移住した。彼は、 新聞エルインパーシャルの編集者として新聞の編纂に関わり、また彼はアリゾナ州フェニックスのメキシコ領事館に勤務する。彼はメキシコ国立自治大学の事務局に勤めながら法学を学ぶ。フランシスコ・マデロの支持者の一人であった。彼は1914年にパンチをビラの革命軍に参加し、将軍の顧問として働きながらウエルタ政府への野党新聞。 エルオナー・ナシオナルを創刊。また、この時の経験から、五巻にわたるビリアの伝記である、メモリアス・デ・パンチョ・ビラを執筆することになる。しかし、メキシコ革命中ビリア率いる北部軍が敗北し、政敵として身を追われる立場になり、1914年にヨーロッパにわたり、スペインの週刊誌エスパーニャへの記事の寄稿を始める。 メキシコの問題や制約に対する彼の意見をまとめたラカレ派でメキシコが彼の最初の出版となる。1916年から1920年まではアメリカで亡命生活を送る。彼はそれまでの功績からスペインで知識人として認められていたため、週刊誌エスパーニャを代表して短期間ではあるもののミネソタ大学のコースで教弁を取った。 1917年からニューヨークでスペイン語の雑誌であるエルグラフェコを監修し、またユニバーサルという雑誌ともコラボレーションする。彼がそれらの雑誌に出版した記事で1920年に彼の2番目の本である A、オリアス・デル・ハドソンを出版した。1920年に一時的にメキシコに戻った後はジャーナリストとして活動を続け、 1922年には勇カンエル・ムンドを創刊。当時の外務大臣であったアルベルト・ジェーパーニの個人秘書に任命され、政界復帰を果たす。しかし、当時の政権を握っていたアルバロ・オブレゴン、大統領との方針と彼の方針が、たびたび衝突していた。1923年、彼が支援していたアドルフォ・デ・ラ・ウェルタがオブレゴン政権に対して、 革命宣言しない戦に発展した結果、デラウェルタ側が鎮圧されたため、彼もデラウェルタと共に追放され、1924年から1936年まで、再びスペインのマドリードで10年以上の亡命生活を余儀なくされる。亡命先のマドリードで彼は、エル・ソルとラボスを監修しながら、執筆活動を続け、エル・アグイラ、ワイラ・セプジェンテを出版。 ラサロカルデナスが、プルタルコ、エリアス・カリエスを裏切り、政権を握ったのをきっかけに1936年、メキシコに戻り、メモリアス・デ・パンチョ、ビラの執筆を開始する。彼は、ラファエル・ヒメネス・シレスと共に、社説・イディフッサを設立。1942年に自身が設立し監修した、雑誌、ティエンポは、アメリカで一番の政治文学雑誌の一つとなり、生涯、 編集長を務める。メキシコ言語アカデミーは彼の功績を認め、1940年にメキシコ言語アカデミーのメンバーに任命、1954年2月19日に常任メンバーとして彼は全米自由教科書委員会の議長を務めることになる。1958年に文学、言語学部門でメキシコ国家芸術科学賞を受賞した。 1953年から1958年までメキシコの国連大使を務める。また彼は当時メキシコ国内でも有名人となっており、1970年から1976年まで上院議員を務める。1976年12月22日に急性心筋拘束で死去した。グスマンの性格及び作品は自由主義政治家。 戦闘ジャーナリスト、歴史的背景を持つ、小説家としての三つの彼の側面を、大いに反映している。メキシコの国家的アイデンティティの真髄を反映し、革命活動家の性格にも影響を及ぼしたとされる、エル・アグイラ、ワイラ・セプジェンテや1920年代のメキシコの、政治的混乱を描いたラ・ソンブラ・デル・カウディオのほか、ミーナ・エル・モゾ、エア・ロ・デ・ナバラ、1932、 ムエルテス・ヒストーリカス、1958、クロニカス・デミデスティエロなどが彼の代表作に挙げられる。ありがとうございます。